どうもこんにちは。今回はですね、アイアンクラフトさんのカワセミステンレスをご紹介したいなと思います。これね、多分見てるだけだと何のことだか全然わかんないと思うんですが、まあ、入ってるものをご紹介しますと、まずはこのね、ワイヤーは収納用に使うようになってます。こちらはですね、カワセミステンレスです。セットの構成としては 2、4、6、8、12個のステンレスの板と、あとワイヤーということになってまして、このワイヤーはですね、後で収納する時のためのものです。今は使えません。組み立て方はですね、とてもシンプルになってまして、それぞれのプレートの切れ込み、こちらに合わせてはめ込んでいくだけです。そして最後にストッパーのパーツをはめ込むことでしっかりと固定されます。カワセミステンレスのサイズですが、幅29センチ、高さ 13.5 センチ、奥行き20センチ、重さ510グラムとなっています。いろいろなクッカースタンドが販売されていますが、このカワセミステンレスの一番の特徴は、コンパクトになることはもちろんなんですが、何よりこのルックスですよね。この骨組みみたいなルックス、ここにね、惚れる人ってのが結構多いんじゃないかなと思います。カワセミをクッカースタンドとして使う場合の耐荷重なんですけれども、耐荷重は 7.5 キロとなっています。実際使ってみるまではですね、耐荷重に対してちょっと不安があったんですけども、触ってみるとステンレスのプレートだけでできているとは思えないぐらいしっかりとした作りになっています。シングルバーナーは外の ST330 を使っています。外の ST310 やユニフレームの US700、 この辺にぴったりのサイズとして作られているようです。クッカースタンドとしての使用をしていますが、ドリップ台として使用したり、この下に入るサイズであれば焚き火台を置いてみるといった使い方もできるんじゃないでしょうか。今度はね、これをばらしていこうと思いますが、ストッパーを外すことによって足が外れます。足が外れたらこういうふうにバラバラにしていきます。で、今度バラバラになったらですね、この丸があるところを重ねていきます。で、重ねたものをですね、これで通していきます。で、通したら、はい、これでね、一つにまとまりました。折りたたみケーブルってね、ここまでちっちゃくなるものってあんまりないんですけども、これだけね、ちっちゃくなればいいですよね。で、重さはね、結構ずっしりとした重さがあるんですけども、この重さがある分ですね、上にですね、重たいものを乗せても大丈夫ということになってます。で、ただね、これよりも軽いものが欲しいという場合はチタン製のものもありますんで、そちらの方をね、見てもいいのかなと思います。これだけちっちゃくなりますからね。で、もともとついてたものをはめておけばグラグラすることもないということで、相当ね、ちっちゃくなりますよ。ということで今回は、アイアンクラフトさんのカワセミステンレス、こちらをご紹介しました。詳細はですね、概要欄の方に貼っておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。それでは。Let's go anywhere. Smile.
まない。